ちゃん、お昼ご飯持ってきたからお家入って今ね、うん、もうぼつぼつ来てくれるかなと思って、うん、このあれを、あのあれなんていうの、あれはどこで買ったのかな、ピンクの、あ、食べれるのかな、わかんない。この赤綺麗でしょ。もう綺麗だね。ねえ。まあ暑い。暑い暑い。祖母と孫タンネル。あ、もうご飯食べてくれるの？あ、うん、言われる。うん。じゃあ座って。すいません。うん。これね、うち行くときにね、うん、持ってっていいよ。それくれるの？うん、こりゃ来たら渡そうと思ってさ、うん、おそうめんもらったの？うん、誰にもらったの？おばさん。あ、そう、持ってきてくれたんだ。おばちゃん食べたら？一人じゃ食べれんよ、老人クラブでもらったのがあるし、うん、いっぱいあるの、おそうめん家に。うん、まだある、一人で食べるのは。いつ持ってきてくれたの？昨日。昨日持ってきて、畑やっとったらね、ああやって、うん、そしたら、お前こんなに暑くなっていい加減にやめんかって、うん、そりゃそうだわ、昨日も暑かったでしょう。ほんで、日射病になったらコロナよりかひどいで、うん、もうやめれよってさ、そりゃそうだよ、説教して帰ってた、うん、で、やめたの？うん、ほいで、あの結構風がスリスリ吹いとったもんで、うん、ちょこっとやっとった。いい加減にせにゃダメだぞってさ、そりゃそう、やっと顔見せこなんだで心配だで覗きに来たと。あら、そう、いつも本当にありがとうございます。はい、優しくやってもらって、うん、お父さんいなくて寂しいけど、うん、あんたがいろいろ補助してくれるで、うん、ありがたいです。ありがとうございます。はい、今日はね、おばあちゃんにね、ハンバーガー買ってきた。はあ、あのいつだったかみたいの。今回はね、お魚じゃなくてね、大豆のハンバーグのお肉が入った、うん、ハンバーガーがあったから、おばあちゃんに買ってみたの。一緒に食べてくれる？うん、言われる、うん、大豆ならいいの。そんな、うん、また大きいら。大きいよ、これ。目の前にあるこれがそうです。さっき仏壇でさ、うん、今日ね、お姉ちゃんが来てくれるだよ、明日お寺さんが来てくれるで言ったら、行くでいいわって言ってくれたで、楽しんどりんよって、うん、まあ大きいね。すごいよ、みたい。どうしよう、お皿持ってこようか。いいいい、こうやってするで、うん、こっち私のなんだけど、うんうんうん、重たい。重たいね。重たいね。これね、うん、こうやってして、うん、かぶりついて食べるんだけど、うん、できるかな。まあ、この間みたいに生まれて初めてだ。あ、そうそう、生まれて初めてだ。あ食べれた。 あったかい。うん、今ね、出来たて買ってきたの。まあ、申し訳ない、うん、これはこれは、一応さ、お皿を下に置いとくわね。うんうんうん、本当だ、うん、食べにくいね。うん、食べにくい？喜んで食べとる。うん、おいしいね。みんなぐさとりしとったら、誰がもぞ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 喋ってくるだなと思ったの、一人喋りで、うん、
おらんと思う。いや、こんなとこで草取りしてるとかなんとかってさ、お前やっと来やへんで心配だで覗きに来たわってさ、お昼ちょこっと早めに上がって、あの冷たくして食べるようにってさ、申し訳ないですってさ、ほどほどにやっとらないかんよ。今なんかコロナよりかひどいで、日常症は。はい、わかりました、わかりましたは口だけだでいかんわって。これがね、枝豆とコーンのコロッケみたいなものと、じゃがいものポテト。よかったら少しずつ食べてみて。朝作ってくれた。うん、同じお店で買ってきたの。多分好きな味だと思うよ、この枝豆とコーン。好きでしょ。あとこれおばあちゃんのドリンク。あ、くれる。うん、まあ嬉しい。大きいよこれ。これはね、パイナップル出てくるかな。出てくる。おいしい。あ、そう、よかった。香りがいいね。あんたもあるかい。あるよ。おいしい。よかったね。お父さんおらんで寂しいけど、あんたが来てくれると、うん、生まれて初めてのものばっか口入れてさせてもらって、うん、本当に感謝感激。うん、ね、仏壇の人にやりたいけど、うん、代わりにおばあちゃん食べてあげて。本当に。食べにくい。紙外す？うんうんうん、こうやって食べる食べる、うん、自由に食べていいんだけど。生まれて初めて、初めて食べれる、ね、上手に食べるね、うん、偉いね。それさ、お肉だけどさ、臭くないから食べれるんでしょ。ほんと、あの大豆製品のね、うん、体にいいじゃんね。で、卵じゃない、トマト入ってるでしょ。トマトの味する？あの、うん、なんかこの、うん、あの、うん、色のものがさ、そうそう、色のね、あのね、いつだったかな、うちでね、こういうものをね、うん、たまにはこれを食べたいって言ったら、ピーマンが入っとらんのをな、買ってくれよって言って、うん、まだ元気な時、食べてがあります、うん、残していいよ、あれだったら、うんうんうん、またあと食べやいでね、うん、そうそう、使えるだろうな。あの、なんていうの、シールが貼ってないだ。顔写真も違うだけど、偽物じゃない。何の話してるん？何の話？これで退職したじゃん。うん、そしたら、あの、係の人がうちへさ、うん、選別をって持ってきてくれたの。うん、いや、たまには冷たいビールを頑張っとるだで、うん、2人で1個ずつ買おうかな。お父さんに1本あげて、うん、夏になったで、うん、だってこりゃ2人で
一個ずつさ、うん、おばあちゃんもビールってこと？うん、ビール飲むの？飲むことは飲むよ、うん、飲むけど、飲むけどそんな自分で買ってまで飲めへんの、うん、あれば飲むんだ、うん、あ、そうあれば飲んで悩いきあるけど、うん、みんな自分で買ったビールじゃないもん、うん、なんでこりゃ今度来てくれたら一個ずつ買って、うん、いつもようやっちゃくれるでと思って、うん、んでお父さんに一本仏壇あげてやってさ暑くなったで飲みんよ言って、うん、あら枝豆とコーンだよ食べてみて。こんなこと作った？うん、違うってお店で買ってきたの。変わったもの、うん、ほんとこれ食べてはあります。おいしいね。ほんとに生まれて初めてのものばっかね。え、嬉しいね。おらんで寂しいけど本当にとても幸せですあ、これね曲がるから、おばあちゃんこれこうやって曲がるから、曲げてみるから、うん、曲がるとこがあっただ、うんうんうん、容器が大きいからね。あ、これやっぱり果汁がね、うん、詰まるとね、うん、それでね、これね、スプーンついてるの。これでこうやってやるの。やる？うんうんうん、まだいい？気長で飲む。うん、これは美味しい。よかったね。これこそ、お盆と正月だ。仕事しとって優しくしてくれるのが嬉しくて頑張っとるわ、表で。うん、そっか。ほんと、正直な話。うん、これ、今日からのおやつ。うんうん、じゃがいもの、うん、こういうこと一回あげようかなと思うんだけど、そんな暇ない。おいしい。それこそガブガブ飲むかな。やっぱし果汁が引っかかるだ。うん、これ、うん、こうやって飲む。こうやってスプーンですくったら、うんうん、まあこんなの自分じゃ買うとこも知らんし、うん、冷たい？冷たい、うん、本当に美味しい。あ、そう、よかったね幸せそうだね、本当に。かき氷食べたかったけど、うん、こうやかき氷もいいけど、これも美味しい。本当、うん、あれ、こんな大きいのがある。本当、夏はやっぱし冷たいもんだ。ペットボトルをね、凍らしちゃね、うん、午前と午後と一本ずつさ、朝畑行くとき新聞で包んでね、
それこそ水分取らねえ感じさ。ああ、気持ちがいいです。すごいね、もう飲んだのそんなに。びっくりして今ちょっと目離してたもうないじゃんそれあらすごいね今日も冷たいもんは早いです。ほんと立派な飲みっぷりでこんな大きいのがみんな入った。あらすごいね。ほんと冷たいものにはね強いよね。 いつも、うん、ペットボトル凍らしちゃうで、うん、畑で、うん、あれ、段ボールをどうかして持ってって日陰にやって置いといてさ、うん、すごいね。で、ごくごくは飲めれん、うん、氷があれだで、うん、あんたなら1時間ぐらいかかるけど、私10分もかかる。ほんとさ、お腹も強いもんね。冷たいもので壊すことってないんでしょ。あ、お腹壊けたことないねー、すごいよね。みんなびっくりしてるよ。なんでそんなにお腹強い高齢者はいないらしいよあ、頭が足らんだわすごいね、お腹が若いのに。若くてもお腹壊す人いるのに。すごいね、おばあちゃん。あんたまだあるのかも。私まだこんなにある。まあ。あげようか。違う味だからあげようか。いこんなに大きいのごくごく飲んどるだもん。ああ、嬉しかった。ああ、嬉しかった。嬉しかったね。よかったね。ほんと一瞬。嘘も隠しもない。ほんとに嬉しい。よかったね。パイナップルのって初めてだよね。あんまりないよね、パイナップル。あれいつだったな。あれ。藤の棚の時。もうジュースだ。なんか。あれはさ、お菓子みたいな。うん、美味しかった、うん、これはまたとろっとしそうってね、うん、違うんだ。はい、終わり。うーん、あー、美味しい、ね、本当にびっくりするね。すぐ食べちゃう。物を食べるのはダメだけど、うん、冷たいもんは本当に。あ、そうだね。スルスルっと入ってっちゃうね。こんな大きいのがみんな入った。すごいね。美味しかったです。すごいね。こんな年寄りおらんね。わあ、寒いよ、ここにも、うん、だから、ほんと、うん、違う味でしょ、うん、私の方が美味しかった。あ、そうそんな失礼な、うん、せっかく分けてくれたに、そんなこと言っちゃかんねいいよまたこれも変わった味、うん、味が混ざっちゃったからかな。そこに入れない方が良かった。別のコップに入れたら良かった。変わった味、うん、これもパイナップルなんだよ。あ、これもや、うん、私の飲んだのはなんかとろっとしとった。
入れてくれたけどすぐ済んじゃう。まあこれだけ。おばあさん食欲がありますね。まあ、わらわんどいて終わった。うん、ああ、美味しかった。お嬢様、うん、お口を拭いてください。はい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 、もうどうもすいません。ごちそうさま。本当に美味しかった。お腹満タンだ、うんうん、あのさ、結構口の周りにソースがついてるから一回顔洗ってきた方がいい、うん、洗ってくる、うんね、いつもね、今日はちょこっとしか畑におらんでパンツも濡れとらんけど、うん、いつもビッタビタ、いつもお昼上がるとね、お風呂場へ走っちゃいくらい。いろいろごちそうさんでした。美味しかったです、うん、ありがとうね、美味しく食べてくれて。ん？美味しく食べてくれてありがとう。正直本当に美味しかった、うんうん、よかったです。買ってきた甲斐があります。まったく一気飲みだもん。一気飲みしたね、すごいね。冷たいもん本当に平気だね。うん、ハンバーガーも美味しかったね。うん、ハンバーガー、 お昼からのおやつ。うん、そんなハンバーガー未全部食べや、新聞に高齢者がハンバーガーとジュースを一杯飲んだってなっちゃう。乗らないよ別にそんなことね。これ、うん、書いてくるわ。トンネル登録お願いします。何？どうしたの？これ送ってくれたの。何？この靴下を履こうとしてたんじゃないの？違う、うん、それを履こうと思って、うん、下片方しかなくて、新しい靴下また買ってきてあげようか。ある？押し入れにね、うん、あるよね、ちょっと前買ってきたよね。買うは買って、うん、また買う？こっちの引き出し、こないだ見たもんで今出そうと思ったら、その片っぽがあって、一回引き出し見てみる。何足か入れてくれてさ、何が？お腹いっぱいすぎた？うんうん。あら、そりゃ無理だわ。自分の分をうまくて飲んで、また呼ばれて、うん、このハンバーガーとかいうもの呼ばれた、うん、大丈夫？休憩する？うんうん、休憩ない。そんなにガバガバ出やへん。美味しかった。車乗れる？乗れるよ、うん、乗れるよ。